えーとリトマス市での実験です。まず用意するものはレモン。これはなんか、なんかこうレモンの汁みたいな。あんまりこれ、石鹸まあ石鹸最近の種類ちょっとね、出へんのもあんねんけどね。あレモンをまずはちょっとこう、ピッと、1, 2, 1滴、2滴ね、こうつけて。 ほんで、これをリトマス紙が、こうやって、ピッと赤色、酸性ですね。まあ、こういうリトマス紙はね、あんまり正確性には欠けるんでね、まあ、大まかに酸性という。ほんで、これから石鹸をッ,ッ。 ビ、ね、ーッと見るといアルカリ性まあ身近にあるもので酸性はね割とね素とかもねいろいろあんねんけどアルカリ性がちょっと近所にっていうかな身近にはあんまりないねんねあのー、洗剤とかも中性洗剤最近はアルカリじゃないしなんかあんまり思いつかへんねんあのタバコの灰とかをちょっとこう水でやったら薄めたりね 吐いたアルカリやから、そういう、なんか焼いたものって言うんかな焼いたものの灰。あの、炭じゃないよ。灰よ、灰。灰とかを、こう、水でやると、でもどれぐらいの強度のアルカリなんやろうね。こんなはっきり出えへんかもしれんけどね。これ割と濃いね,ねこれ、わあべちゃってつけてもうた。こんな、そういや、べちゃってつけたらあかんねん。あのー、たまに、 色変われへんとかいう話あんねんけど、それはべちゃっとつけすぎ。えー、っとね、ちょっとつけるだけやねんね、これ。今のもでも、まあ、言うたらちょぼっとやねこんだけしか溜まってないから、ようやるのは、あの、コップの中とかみたいに、ドボッとこうつけて、こう振ったり、あ、落ちた。<laughs> まあ、反対やな、これ。あ、すげえ。クエン酸の色がビョーっと <laughs>、こうなっていってますね。反対やな、向きは、ほんま こ,こやね、クエン酸が左やから酸とアルカリうん液剤の中例えば醤油とかも酸やなあれしの中にベチャってこうつけたりとかして色変われへんっていうのあれは醤油の色もついてしまうしえっ、ー、とリトマス紙の成分が抜けてしまうリトマス紙って紙に、えー、と色変わる成分リ,リトマスゴケっていうコケを染み込ませてるだけやねんね なんか簡単にその苔はもうボロボロ落ちてしまうしあのー、色がより強い色やったほらこれだんだん色薄くなってきてたぶん多分水がかってきてんねんねこれさっきよりか水分があれディスプレイじゃないわこれカメラから見たらそんなことないなまああの生の目で見たらピンク色っていうかな赤色がさっきよりはだいぶ薄くなってきてんねんこれね、うん、あーこの こっちだこうそうやね中性なってんやろなひょっとして真ん中の部分あほらここ色ペーって出た出てるでしょなんか垂れてそうそうこの成分ってほんますぐにポロンと取れるような成分なんでつけすぎたら反応の色が出へんだたまにねえー、っと反応して しない色が出ないいうことで言うてはる人おるんだけど多分それあこっちにも色が出てるねすごい黄色い色してるもんねなんかこれの影かこれ映ってるんかあでもないよねうんまあでもそういうちょっとだけほんまのつけるのはちょっとだけもうなんかこう1滴か2滴こう垂らした上にこう端っこをピッとこうつけるだけであ今こっち 色変わってるからねあれやねんけどえー、っと新しいリトマス紙を出そうかこな撮影片手で片手でやるとなかなかね難しくてねいつもね、えっと、ほんでこれを端っこの方に ほらほら。ええ感じやね。これちょうど、ちょうどええ感じやね。こういうこういう反応が見やすい、ね。こっちも、これ水だけかもしれないけど、多分、えー、っと、ちょっとだけ。ちょっと。本場の水だけかな、これ。色変われへんね。こっち側だと変わるもんね。さっき変わっああ、すげえこれ抜けてる。ほらほら。 あの、多分水分だけについたから、リトマスの成分がここの石鹸にほら、ちょっとつけただけで映ったんよ、これ。ね割とリトマスの成分もあちこち映りやすいという弱点があるんねんね。なんでリトマスシーズンで実験するとき、あの、たっぷりバシャってつけちゃうと、成分が抜けてしまって、分かれへんという現象が起きんねんね。この辺やったら濃いかな。ああ。そうね。 混じってんのかもしれんな,な。ちょっと色がね。うんという実験でした。えー、リトマス紙のリトマス試験紙で。実験しました。終了。